負けるわけにはいかない。よしよし、用意された任務を無事にクリアできたようだな。次はいよいよ君が参加する武術大会について最後の説明だ。説明はあの方が直接行ってくださる。さあ、おかげさまの屋敷に急ぐぞ。これこちらが新たな大会参加者です。すでに里の施設説明は終わりました。おう、ご苦労様だったな、このハマル。さてと、このハマルの説明が終わったってことは、いよいよ本番に挑戦ってことだな。これからお前が挑戦するのは忍界リーグという武術大会だ。対戦は4人1組のチームを組んで挑戦する。相手は国内外から集まった忍びたちだ。どいつもこいつも腕自慢なやつばかりだからな。軽い気持ちで挑戦したら帰り討ちに遭っちまうぞ。しっかりと準備して頑張ってくれ。それじゃあ、忍界リーグへの参加の仕方を教えておくぞ。これ、こんな感じだ。大体理解できたな。こっからは自由に大会に参加できる。そんで自分自身の力で最強への道をこじ開けなきゃなんね。その道がどんなもんなのか、それは歩いた本人しかわからねえんだ。お前がどこまで道を進めるか、お前がどこまで強くなれるか、しっかり俺に見せてくれ。俺も期待してるぞ。頑張れよ、これ。忍界リーグを勝ち上がるには、君自身の力はもとより、チームワークが重要な要素になる。仲間たちとの連携を考え、自分が何をすべきか、計画立てて行動することが、勝利への近道だぞ、これ。